とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、コメントをいただきました。ありがとうございます。レッドストーンゴーレム、あいつは密着してたら何にもしてこないっていう噂を聞いたんだよね。まあ、噂っていうか、コメントで教えてもらったんだけども。そうだったっけ？そうだったっけ？いや、昔はなんか、密着してたらボコられた気がするんだけどね。まあ、なんか仕様変更があったのかもしれないよね。まあ、行ってみるか。とりあえず、行ってみましょう。密着しておくのね。こんな感じ？攻撃してこない、してこない攻撃、嘘でしょ。さすがにまたするでしょ。おしないんだ。地雷を設置だけはするけど攻撃してこないの。嘘、これ前から、前からじゃないよね。多分なんかのアップデートの際に、なったやつだよね、これ。これすごいことになってるな。マジか。全く攻撃してこないじゃん。これってボスじゃなくって、こういうやつでもいけるの？いけるのか？あ、いけるね。ボスじゃなくって、普通に出てくるネームドのやつでも、近づいとけばダメージは食らわないんだね。なんじゃこりゃ。こんな便利なことがあるのか。こんな簡単なことがあるんだ。1回目だけかな。2回目でもこれいけたりするのかね。どうだろう。ちょっと試してみようか。2回目もいけるんであれば、楽だな。はい、2回目はどうだ？あ、2回目でもいけるわ。これはいいね。結構敵がいっぱいいるところで、ストーンゴーレム出てくることも結構あるから、まあ、1回目、近づけなくにしても、まあまあ、1対1に持ち込んで、密着してしまえば勝てるね。なるほど、これめちゃくちゃいいじゃん。なんだこれ、めちゃくちゃいいよ。あのあと何回かやってみたけど、もう 100% だね。 100% 確実にはめることができるので、レッドストーンゴーレムなんかすごい雑魚になり下がった気がする。昔はあんななかったと思うんだけどな。まあコメントありがとうございます。本当にいつもいつもコメントありがとうございます。またね、やっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。